美味しい記憶を聞かせてください。今回もよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。藤井さん、10月のこの第3土曜日はですね、はい、スイーテストデー、飴を食べる日なんですよ。飴感謝の気持ちを伝えたい人に飴をプレゼントをするという日なんですよ。誰にあげます？私飴がですねあんまり好きじゃなくって。飴ってお好きですか？いやちょっと待って、ほんま言いにくいんだけど僕もやねもう全然なんかどのタイミングで食べていいか分かんないんですよ、飴を。だからあれなんだって、その口寂しい時だよ。だそれがないんやろ、分かる。全然跳ねへんやんこのオープニングそんな話したいわけじゃないの。じゃあ誰かにそういうこと、その感謝を決めて送りたい人。そう、そう、誰？目の前おるやんけ何やねん、もういちいち言わすなや私が大量に飴持ってきたらどうします？お断りですよ、そんなもん。お、い、し、い、き、お、く、聞かせてください。いきます。うわ、おいしい記憶、それは食にまつわる大切な思い出。この番組はそんな美味しい記憶をたどっていきます。嬉しいよ、ちょっとなんで、え、な泣くのよ美味しそう、あ、よかった今日来て。私すごい勢いで食べちゃってる。めちゃめちゃ食べてますよ。その量なかなか生魚食べれない。僕この番組はキッコーマンの提供でお送りします。耳を澄ませば料理はほら誰かを応援している。頑張れと頑張る、その間にいつもキッコーマンはいます。おいしい記憶を作りたい、キッコーマン。バッチリ決めるから今日今回のおいしい記憶をご紹介していきます。はい、お父さんの麻婆豆腐が大好き、離婚して離れて暮らしているけどたまに会う時によく作ってくださるそうです。ね、もう素敵、もう泣ける、ね、楽しみ、ね、今回の調査員はどういうこと？え、調査員が？すいませんでした。来ない。いや、あ、じゃあなんで撮ってんの？ちょっとやめてよ。何が起きたの？11時入りやと思ってた。何時？スタジオの2人、本当すいませんでした。どうした？1時間、入り時間を間違っておりました。エッセイ読ませていただきます。取り返さないんで、そんな麻婆豆腐、ね、私はお父さんの麻婆豆腐が大好きです。なぜならお父さんの麻婆豆腐は作るたびに味が変わってしまうからです。でもお父さんに会えるのは数ヶ月に 1,2 回程度です。会えない日が長くなるほど久しぶりに麻婆豆腐が食べたいなという気持ちが強くなります。今回は中学1年生東優愛さんの美味しい記憶、ご両親が離婚しお父さんとは離れて暮らす記憶さん、数ヶ月に 1,2 回あるお父さんとの大切な時間に2人がよく食べるのが麻婆豆腐です。私は料理上手になってみんなを驚かして笑顔になってもらいたいです。まあ僕が言うのもなんですけど時間ないんで行きましょう。回さんといてよこういうこともありますよ、ね、回すよ。やってきたのは記憶さんがお母さんと暮らすご自宅。あ、開いた、びっくりした。おいしい記憶です。こんにちは、井本と申しま す。こちらが中学1年生の東優愛さん。爽やか、お願いします。涼しい暑いも死ぬかと思いました。それではおいしい記憶調査です。麻婆豆腐、はい、麻婆豆腐が美味しい、はい、そうなんですよ。最初から全部作ってるんで。あ、そうなん、はい、なんかね、お母さんあるじゃないですか、はい、麻婆豆腐のなんか元みたいな、はい、そういうのじゃないの、はい、本格的に攻めてきてる感じ、はい、お父さん、はい、一番最初に作ってくれた時に、うん、え、これめっちゃ美味しいってなって、
か、その辺はお父さんにお話してるの？いや全然話したことないです。何話すの？お父さんと逆に恋バナ。恋バナすんの？お父さんと？はい、私の好きな人とのトークをお父さんに送って、うん、男の人から見てこれ送られてきたらどう思う、みたいな。なんか死んでまうわね。めちゃくちゃ優しいな、パパ。優しいんですよ、うん、ちょっと分かんないなとか。でももっと岩が強気で言ったらいいんじゃない、女子が強い方がうまくいく。うちのママも強いからなって送ってみよう。離れて暮らしていても大好きなお父さん。そんなお父さんのためにチャレンジしたいことがあります。いつも食べさせてもらってるけど、お父さんに作ってあげたい、うん、はい、っていうことなんですよね、はい、あの高級中華とかで出てくるやつあるやんか、ああいうのをチャレンジしたいってこと。チャレンジしたいですね。本当、はい、ちょっと指に絆創膏してるからもう気になってちょっと包丁でいっちゃったんじゃないのっていう。練習しすぎてちょっと不安なところで言うとどこ？具材を切るところ。やっぱりほら指そうやん。具材切るって、でもお母さん豆腐ぐらいじゃないんですか？いやいやいや、あとネギ。あ、ネギか、はい、大変やもん。お母さんすいません、ちょっと。そんな記憶さんの願いを叶えるため番組はある人物に協力を依頼。お忙しいのにすみません今日。いやいや、ありがとうございます。オーナーの菰田さん。菰田さん、実は麻婆豆腐得意なんです。あら、そうや、思ってました。実はこの方、はい、4年に一度の世界大会で日本人初の金賞を獲得、まさに麻婆豆腐のスペシャリストなのです。皆さん麻婆豆腐というと、豆腐買ってきて、お肉買ってきて、さあ作りましょうってなるじゃないですか、はい、2ステップあります。麻婆豆腐に行く前に、麻婆豆腐行く前に2ステップあります。麻婆豆腐に取り掛かる前に、味の決め手となる2つの油を作ります。まずは麻婆豆腐の麻っていうのは朝っていう字なんですけど、これ中国語で言うとしびれるっていう意味なんですよ。これなんですね、その正体は。これファージャオと呼ばれる粒の山椒なんですよね。ホアジャオはしびれる辛さを出すために欠かせない中国原産の山椒。ちょっと一個これかじってみてください。このままかじっていいんですか？もう下がしびれちゃう。うわっ、チョコでええやつですかこれ。でも香りの方がすごい立つんですね、カウント、はい、これでオイルを作ります。これ簡単なので、はいはい、これ同量 5g ずつなんですが、メモらんと。あ、すいません、はい、な、何と何入れた？何と何、はい、でこれは、これはグレープシードオイルっていうブドウから抽出した油なんですよ。普通のサラダ油使うと油っこくてうわってなるんですよ。これグレープシードオイル使うと全くその感じがない。2種類の山椒を油に浸し弱火にかけます。香りがもう出てきました。あ、すごい。え、もうこうなったらもう止めてしまうんですよ。香りが出たら火を止めボウルに移します。これでもう山椒オイルの出来上がりですので、すごい。これでしびれる辛さを出すための山椒オイルが完成。続いて作るのは自家製ラー油。ラー油は買うもんだと思ってる人が圧倒的なんですよ。僕も思ってます。思ってます、はい、違います。ラー油は作るもの。違うんです、聞いたことないんですよ。どうやって作るの？粗めの、これはね、韓国産の唐辛子、はい、粗めの唐辛子ね、はい、でこちらが、これが四川省の唐辛子。辛いでしょ。ちょっと辛めですね。まず2種類の唐辛子を混ぜ合わせます。そこに紹興酒と醤油、そして八角やシナモンなどが入ったウーシャンフェンを加えます。これも当然ネットで買え、買えます、買えます、スーパーでも売ってます。続いて生姜と玉ねぎを皮ごと切り、グレープシードオイルに投入。この玉ねぎの香りを、生姜の香りを油に。玉ねぎに色がついたら取り出し唐辛子の中へ。こうやって。めちゃくちゃええ匂いすんねんけど。お腹空いてきました。なあ、これでラー油が完成。それでは、すごい、こっからが本番。こっからが麻婆豆腐やから、はい、やっと麻婆豆腐来るよ。で今日豆腐は木綿豆腐、木綿、絹ごし豆腐使うとちょっと崩れやすいんですよ。なるほど。だから木綿、木綿。切った豆腐は塩水で湯通し、余分な水分を抜くことで煮崩れ防止になるそう。これやったことない。
あとね、ネギのみじん切り。これやんな、ゆあちゃん言っててんな。これね、ゆあちゃんも言ってたんですよ、はい、ここ一番不安なんですね。ベベベベベベー、出た。何これ、出ました。ネギカッター、出た。出ました、コモエモン。コモエモン、コモエモンが出ましたけども、これね、100円ショップで売ってんの。ネギ押さえて、こちらのネギカッターを使えば簡単にネギに切れ込みを入れることができます。これあったらあんまりもうみじん切り怖くないです。怖くないです。サケチーみたいになってる。確かに。切れ込みを入れたら、あとはいつもの調子で切るだけ。めちゃくちゃ切れるやん、この包丁。なんなん、え、もうめっちゃすっごい切れるよね、すぐ。この包丁すごい、すごい。具材を切ったら、いよいよ火にかけていきます。まずは豆板醤とトーチーを香りが出るまで炒めます。あ、すっごい香り。これ香りが出たら、さらに調味料を投入。そして豆腐に牛肉、ネギを加え、片栗粉でとろみをつけます。で、ここでここでラー油出た。これラー油。これ仕上げに自家製ラー油と山椒オイルを入れれば、菰田シェフ特製麻婆豆腐の完成です。うわ、うまいやん、絶対すごい。やばいねんけど。いただきます。いきなり美味しい。もうめちゃくちゃうまいやん。麻婆豆腐の完成形かもですね、これ。美味しそう。最終ここちゃうかな、麻婆豆腐って。ちゃんとこのお店。ここで菰田シェフからプレゼントが。めっちゃある。やったね。ああ、さっきのラー油と山椒での出来上がりですね。すごい。そしてさらにネギを。あ、やったね。いいんですか。これもこれはもう、あのダイソー行かな買われへんからね。本当ですよ。これ、お値段以上ですからね。ゆすりニトリですよ。あ、そうですね。楽しそう。麻婆豆腐をマスターしたところで、いよいよお父さんの家へ向かいます。びっくりしちゃうんじゃない、こんな。お父さんには、麻婆豆腐の話聞かせてくださいとしか言ってなくて、ゆあちゃんが作るとは言ってないんで、うん、ちょっとそれ内緒で。わかりました。っていう感じで、行きましょうか、うん。ピンポン鳴らしてる。すいません、こんばんは。はじめまして、井本と申します。シュエと申します。すいません。まあ、ゆうちゃんからも聞いたんですけど、はい、なんかきっかけはあるんですか、麻婆豆腐作った。あ、まあ、そもそも私が麻婆豆腐大好きで。あ、そうなんですね、はい、知ってた。まあ、知らなかった。でも、ゆうちゃんからお父さんに今日あんのね。ん、何があんの。ね、これはもうゆうちゃんから言うて、お父さんに。うん、今日、うん、世界一、日本一、世界一中華料理屋さんの人に、うん、麻婆豆腐を教えてもらったから、お、今日これからパパに作ります。お、本当に、うん、お父さんの美味しいって食べてますけど、はい、今日はゆあちゃんがお父さんに作るっていう。ついにそんな日が来たんですよ。お父さん、記憶さんの手料理を食べるのは今日が初めて。それでは教わったメモを見ながら調理開始です。ね、見ないで、本当にやだ。そうなんや。パパ見たいでしょ、ね、頑張れ。まずは宿敵ネギを切ります。じゃん、何それ。ヤギン、見ないでって言いながら見せたいんだ、パパに。ほんと可愛い。はい、あ、そう、思い出してきた。思い出してきました。ゆうちゃん、もうパパ泣きそうになってるで。え、まだ大丈夫だよ。え、パパ大丈夫？絶対違う、絶対違う。合ってる、合ってる、合ってんねんけど。違う、違う、斜めに入っちゃう。でも大丈夫だよ、こっちから切ればいい。あ、確かに。こっちから今度。ちなみに豆腐って切るです。ですよね。はい、あー、ゆあちゃん言うてあげて、パパに言ってあげて。木綿豆腐じゃないと。お、具材を入れ、とろみをつけたら、いよいよ最後の仕上げ。え、なんか美味しそう。美味しそう。これ何？なんだと思う？つけちゃう。秘伝のタレ。ラー油です。うん、もらう。味見してみる？味見しといた方がいい。で、最後に。入ってないものが。何入ってないの？これ。へいへい、それ何？これ何？これは。それは。山椒オイル。麻婆豆腐のどこの部分？まあ。まあ。まあ。山椒オイルで香りとしびれを加えたら、麻婆豆腐完成です。もちろんのびのび楽しみ。
問題はでも味よ。一緒、一緒、ほぼ一緒、一緒、イエーイ。両親が離れ離れになって以来、少ない時間で親子の絆を深めてきた2人。お父さんへ感謝を込めて、そしてこれからも一緒に麻婆豆腐が食べられるように。パパめっちゃ撮ってるよ。後で待ち受けにしちゃったらいいかな。美味しそうでしょ、でしょ、でしょ。いただきます。うん、美味しい、美味しい、美味しいでしょ。美味しい。初めての手料理っていうだけでもね、美味しいのにこんなクオリティでね。そうですね、びっくり。嬉しいですね、なんか感慨深いものがあります。ほんま嬉しいんだよ。楽しみにしてたんで嬉しいよ、ちょっと。なんで、え、なんで泣くのよ。大きくなった。それぐらい嬉しいのよ。よかった。お小遣いもらえるかもね。あ。ください。正直だ。パパが泣く気持ちわかるな。ねえ、はー、辛くて泣いたでしょあれ。違いますよ、もう。いや、もうもうあの、はい、どんなに美味しくなかったとしても、うん、絶対美味しいって言うじゃないですか。なると、もでもあのお父さんの顔は、あ、美味しいってなってた顔でしたよね。もう本当にやっぱり先生教えてもらったお料理が美味しいから。その子の名前はナーニちゃんです。好きなことはみんなの美味しい笑顔を見つけること。今日も世界中の食卓に現れます。兄ちゃんの周りには会話が生まれ、楽しい物語が回り始めます。今日もなーにちゃんを探してみてください。醤油の香る食卓で一緒に笑ったり泣いたり夢を語り合ったり、その子はずっと忘れることのない美味しいの隣にいます。美味しい記憶を作りたい、キッコーマン。続きましてこちらのコーナーでございます。試食ですね。料理人に聞く美味しい記憶です。私が行ってまいりました。ということでですね、一流料理人の方に美味しい記憶のエピソードを聞きつつ、美味しいレシピも教えていただこうという一石二鳥のコーナーが、今回のすごいですよ。じゃあでしょうね。じゃあね、それだスタジオ、こっちで展開だよ。もうスタジオにはありません。もう皆さんこんにちは、私です。今月もやってまいりました料理人に聞く美味しい記憶のコーナーです。もう一回見ていいですか。すいません、もう一回、ごめん、面白いわ。私変だった今の。なんかステップ変だった。いや面白いわ。なんか自分がイメージしてたのと全然違った。違う、もう一回ちゃんと見て。皆さんこんにちは、私です。今月もやってまいりました料理人に聞く美味しい記憶のコーナーです。料理のプロから美味しい記憶のエピソードと美味しいレシピをいただくこのコーナー。すごい人に見られた。心があるのが怖いです。前回はタイ乳麺が登場しました。店主の林良平さんです。林さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今回の料理人も日本料理店手の島店主林良平さん。教えてくれるのは家族との美味しい記憶。いただきたいと思うんですが、母親が作ってて理にかなった調理法をしてて驚いた料理があるんです、うん、料理名は、それはサワラのたたきですね。おサワラのたたき。子供の頃頻繁に食卓に上がったという母の味、サワラのたたき。その味は料理人になった今でも感心するほど。自分のお店でも一時期提供していたそうです。理にかなってるのが、その漬けて20本置くとかじゃなくて漬けっぱなしなんですよね。漬けっぱなしで冷蔵庫置いてるんですよ、うんうん、で食べたい時に切って出すみたいな。めっちゃ一番美味しそう、一番使ってそうですね。
それでは調理開始。どういうこと今の私包丁が使えないっていう実は首の寝違いが枕変えましょうか。治ってないんですね。まずは主役のサワラをさばきます。立派、こんな立派なんや。サワラ立派でしたね。スーパーでどんな状態だっけサワラって。なんかあれ切り身で売ってますね。でまあこれでおろせたわけですよ。綺麗に。はい。でこれでサワラをおろしたら焼き目をつけていきます。皮目の方しっかり焼いておかないと漬けにした後なんか生っぽい感じになるんですよ。焼けてないと。逆に身の方はやばい。あの後で炙れるからもう一回。焦げ目がつけばいいってことですか。ご家庭だったらもうフライパンで全面焼いてもいいし、母親も全部焼いてますね。ね、うちの母親実はあの漁師さんとつながってて、漁師さんから直接もらってるんですよね。すごい食材に対してはもう異常なまでのこだわりがあって、もう全国から食材仕入れてたんですよ。食材へのこだわりが強かったお母さん、それは息子の体を思ってのことでした。兄が子供の時に病気したんですよね。それが食事のせいだって思って、子供に食べさせるものってすごい重要だって思って、そっからブワーって系統していったんですよ。要は化学物質がなるべく入ってない。まあだから体にいいものを作っていくと味もつながってるっていう話なんですけど。サワラの調理が済んだら、ここで母直伝の漬けだれ作り。これ今お醤油とお酢2対1です、うん、以上です。終わり2対1、はい、分かりやすい。それだけなんですよ。それだけなんですよ。醤油と酢を混ぜ、ニンニクを加えます。スライスしたという以上です。はい。なんて簡単な。そうなんです。ありがとうございます。これだけなんです。漬けの字って基本的に甘み入るんですよ。みりんと、まあ、握ったお酒とお醤油とかっていう感じなんですけど、なんとお酢と醤油しか使わないんです。甘くなりますか。ならないです。だから甘みがないんです。で甘みがないっていう料理って実は結構洗練してるというか、お酒にも合うし、甘辛に行くと誰でも美味しくなるんですけど、甘みを入れずに料理を作るって結構実はバランス取るのって難しいんです。お母様すごくお料理上手な方だったんですね。あとはサワラをタレに漬け込むだけ。いいですね。1時間ほどで食べられます。朝早かったんですよね。冷蔵庫に入れれば 3,4 日は保存が効くそう。うわ、でも一つ今作りながら思いましたけど、母親全面あぶこう焼いてるんですけど、はい、それ結構重要かもしれないですね。なんで私今お母さんに電話しますか。 今いや違うんですよ、違うんですよ。それいや調理的に考えると、うん、これ周りが凝固してるじゃないですか、凝固してるからこの漬けが入りにくいんですよ、なるほど。だから2日置いても3日置いてもそういうことだ。なんか絶妙な漬け加減になってて3日目でも辛くなることないんです。なるほど、なるほど。なってないんですよ。でもそれはひょっとしたら全部やってるからかもしれないです。食べていただくのに少しでも美味しくさせたかったから、僕その食べる直前にもう一回炙ったろうと思ってたんですよ、はいはいはい、でもいらないことしない方が良かったかもしれない本当に。でも早く疲れるんですよね、こっちの方がね、 やりながら、そして1時間後。うわー、わー使ってる。よく寝ましたって感じ。美味しそう。何言ってんだろう。漬け込んだサワラを一口大に切ればちょっと私こすごい天真爛漫本当に料理のプロもうなった母の味。サワラのたたき完成です。生姜と一緒にいただきます。いただきます。最高、最高に美味しい。いいな。漬け込まれた感じのこの身の引き締まりのもっちり感と、なんか思い出した。なんといってもこの漬けだれの美味しさ。うわーいいな、これがご飯に出てくるのいいな。甘みがないっていうそのすっきり感が、多分この何回も口に運んでしまうのは多分それなんじゃないかなっていう。いやこれ本当びっくりしたんですよ。これめちゃくちゃ美味しいねっていう感じで。美味しい。すごいなと思いました、我が母ながら。だからシンプルで単純 で美味しいものの方が記憶には残りやすいと最近すごい思うんですよね。待て私すごい勢いで食べちゃってる。めちゃめちゃ食べてますよしかも なんかカツオと違ってその量なかなか生魚食べれない。こんな食べれる自分でも思うから、めっちゃ美味しいなと思ってこれ止まんないんですよ。止まんなかったですこれ。林さんの美味しい記憶
皆さんも作ってみてはいかがですか。美味しかったんですよ、ね、いや美味しそうです。私はもう今後カツオじゃなくてサワラで食べようかな、たたきの時はと思いました。ねえ、サワラなんか味噌漬けとか、はい、焼いてるものが多い印象なんですけど、カツオとまたなんか違う、うん、なんかそのさっぱり感がサワラにはまずあるんですよ。その代わりそのキリッとした醤油のこう切れが入りやすいっていうか、うんうん、だからなんかもうえって感じでこう見てためっちゃ減ってたもん。私恥ずかしかったんですよ、こんな量全部一人で食べて。なんか私なんかちょっとスタッフの皆さんにもどうぞとかしたかったんですけど、いやもうこれはごめんなさい、私が行きますと思っちゃって恥ずかしかった、意地汚いな私ってと思いながらでも食べちゃいました。いやなかなかプロの女性アナウンサーという職業の方が恥ずかしかったって収録中言わないじゃないですか。あんなに食べたんでしょ、恥ずかしかったわかるよ僕どうぞ。ランチちゃうねんほんまに、ちゃんとしよう、もうアホや思われるってこんな二人で。おいしい記憶ごちそうさまでした。次回放送は11月16日土曜昼12時から、お楽しみに。この番組はキッコーマンの提供でお送りしました。もしもこの国に醤油がなかったら、お魚をこんなに美味しく食べられたかな。お寿司はみんなの大好物だったかな。ご飯を何度もおかわりできたかな。大好きな人と一緒に笑うことがこんなに当たり前にできたかな。料理を作ることはこんなに楽しかったかな。もしもこの国に醤油がなかったら、お母さんの味ってどんな味だったかな。この国にはキッコーマンがあります。